ゆうちゃん洗濯物から預けろ。ここママです。ママツーです。今日はですね、今日はお昼ご飯を担当を任されております。はい、みんなのお昼ご飯を作りましょう。はい、テーマは麺でございます。麺麺麺といえばあれでしょ。いや、あれでしょ。いや、麺といえばあれですよ。何人分作るの？2人分ずつ麺類料理を2個作りましょう。麺麺マヨナマヨナマヨナ、呼吸を合わせようか。麺といえばあれしかないでしょ。もう私業務用スーパーで買うもの決めましたよ。待って、業務用スーパーに売ってない？イオン。イオン行ってきます。すぐそこ。サンクス。違う、騙された。麺料理といえばあれしかないでしょうに。麺料理といえばこちらでございます。麺料理といえばラーメン。そしてですね、冷やし中華でございます。これ冷やし中華でしょ。麺といえば麺湯がいて具材乗せるだけなんで、もう超簡単なんで、これつけ麺。ラーメンって言えばつけ麺。これも用意しときました。りゅうちゃんがつけ麺大好きなんでね、ラーメンを選んでもらえたらつけ麺が食べられるとっていう感じで、撮影禁止なんですけども、やっていきたいと思います。はい、入れていってください。材料お皿やら何やらなさすぎて困ってる。これでもそのまま乗せるだけやからな。え、私超簡単やねんけど。なあ、いいのこれで。やること少なすぎんで。簡単すぎるんやけど。私料理してない。じゃあ下に持って行ってきます。とりあえず1時間で作らなあかんからさ。あー、手にしみる。1品目は完成。もう説明せえへんで。こんなんあるんや。これ使えばよかった。野菜も片付けて。誰がカメラつけっぱや。ほらこっちを見るなって言って隠さなあかんね。あとはうどん湯がくのとスパゲッティを合わせるだけ。ご飯だよ。はい、それではお集まりの皆さん、はい、はい、今日はですね、姉妹対決をしております。はい、お腹すきましたか？すいた。いや、匂わんでいい。匂ったじゃあ、一人ずつ聞いていきますので、ゆうちゃんからいきましょうか。はい、どういうこと？どういうこと？どういうこと？いいですか？いきますよ。はい、今回のテーマは麺です。麺といえば、誰とも麺といえば。ああ、言うなよ、言うなよ。わかった。麺といえばラーメン。ほう、いいんですね。そうめん。ほう、いや、じゃあ1個ラーメン。ラーメンな。ラーメン決定な。ラーメン、はい、うん、ママちゃんつけ麺。つけ麺いいんですね。麺やで。大丈夫な。聞き方があるじゃん。麺料理で食べたい料理は何。ああ、そうしよう。麺料理で食べたい料理は何。ああ、うん、ラーメン。焼きそば決定。え、自分の分選んでもよし、人の分選んでもよし。私、うん、どういうことなんか分からん。麺料理せーので言うか、せーので言うか、何が食べたいか。せーの、スパゲッティ。じゃあ用意しましょう。はい、ご注文のつけ麺でございます。いや、つけ麺気だやんかに。だって匂いがこれやもん。ひかるちゃんの食べたいスパです。ご注文のラーメンでございます。ラーメンだ。あなた食べたいって言ったでしょ。匂いじゃないね。はい、お座りになって。あ、はい、おい、焼きそばはありません。はい、失礼しました。それでは手を合わせて
いただきます。いただきます。舐めとんかい。次に食べたいもん。これ次に食べたい。まだ食べた。次食べたいもん。食べたくないねんけど。いただきます。麺か、麺がタバスコが欲しいです。そうですね。夏を過ぎ去る冷麺あるん。あるん。何を用意したんだ。もう食べていい。やるわ。ん、冷やし中華です。言われるの。麺といえば冷やし中華でしょ。ラム、ラムか。あんたや。そこなんてな、麺料理じゃない。スパゲッティが食べたい。もうな、追い出そうっていうと。スパゲッティが食べたい。おい。だって時間経ったのもん。これ。お前、あん。4人ずつや。ちゃ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 、俺なんで4人前やねん、ここに。ほら、ほら。ほら、何げん、何げんにここに置くな。スパゲッティにキュウリですか。食べたい。これさ、これさ、だし見て。見た目めっちゃ濃いそうやろ。ほら、だし見て。うん、めっちゃ濃いそうやろ。めっちゃ味が。関東風なんじゃ。関東は、あ、そうか、これね、ママちゃん一切介護してないんですか。あ、ママちゃんとの味の差がわかんねえんだ。すごいね、冷やし中華ちょっとちょうだい。どの麺だろ。さすがにこれはあれちゃう、市販じゃない。麺食った後のただの麺やった。味がさらになかったってことね。いいですか、結果発表して。はい。何の結果発表。結果発表させていただいていいでしょうか。はい、どうぞ。何を食べましたか。冷麺とうどん。冷麺とうどん。ということは1票。ラーメンとラーメン。ラーメンとラーメン。つけ麺、つけ麺。ラーメンとラーメン。冷麺。これ冷麺ちゃん。はい、冷麺。ママちゃん、つけ麺とスパゲッティ。はい。で、私がスパゲッティ。はい。おっと、おっと。というわけで、おっと、この姉妹対決、私の勝ち。誰が何ですか。拍手。ごちそうさまでした。やはり麺といえばラーメン、そして冷やし中華。いや、私取られてん、これ。から。あ、私は惜しかった。惜しかった。液体入れてお湯入れてのしただけ。そんなんあるの。そんなんあるん。つけ麺の出汁とか。ママちゃん頑張って作ったのに。あれ2時間ぐらいかかったみたいな。お湯沸かして、お湯沸かしてベーって液体入れてお湯入れてのせるやって。なんかペーストみたいなのあるんやろ。そうなの。え、つけ麺のこれ本当に美味しかったよ。やはり麺といえばラーメンなみたいですね。皆さんはどうですか。皆さんラーメンですよね。怒ってるよ。ラーメンですよね。私作ったよ。ミートスパ作ったよ。うどんも美味しかったよ。